同士でお互いに聞きたいこととかあるんだったらやっぱりさ、ね、あの本当に私先生もよーく二人が、まあ、そんなに仲良くないとよかったわって。いや聞きたいことですか、うん、でもあの、まあ、聞きたい聞けないことなんてそんなにないですけど、まあまあね、逆にこう昔から一緒にいるんであの知らないことというか好きなタイプ。そこでも恋バナとかあんまりしないでしょ。聞くことないじゃないですか、ちっちゃい頃からいて。確かにどういう子が好きなんだろう。急にね、それをお前に言ったところで意味があるの。僕あのさっき VTR 見てた通り、なんか喋るのが好きなんで、こうバーってうんちくとか、うん、なんかそれをなんかニコニコして笑って聞いてくれる子がいいですね。えのお前どのタイプ好きだっけ。そう、え僕ですか、なんですかね、あのやっぱりあのちょっと派手な緑のスカートとか履きこなせる女性が好きです。あれなんかそういう人ってなかなかいないですからね。やだやだやだ井上さん、やだやだ井上さん、やだやだ、もう言いたいことあったらはっきり言って私に。